もう皆さん、こんばんは。はい。そんなわけでですね、今日もやっていこうかなと。もう時間的にね、結構ね、こんにちはの時間ではなくね、こんばんはの時間にですね、今日はお散歩しているというわけですね。で、ここがね、今どういうところなのかっていうね、ちょっとね、俺も今走ってきて、若干疲れてるんだけど、そうですね、ここはですね、実のことを言うと、この地面からね、見てわかる人もね、いらっしゃるかもね、知れないんですが、デレデレ、デデドンつって、デデドン、土手です。はい。ちょっとね、まあ、とりあえずですね、視線をね、感じるためにはやっぱり、土手に来るのが一番なんじゃないかと、いうことでですね、ちょっとチャッピー君をね、連れてですね、土手に来たという、わけですね。いや、はや。いや、これ映しても大丈夫だろ。こうですね、こんな感じで。すごいなんか自然、ちょっと暗いんだけどね。もう夕方だから。で、今日はあいにくの曇りで、ちょっとうんこし始めました。ちょっとチャッピーちゃんがうんこをし始めていくスタイル。ちょっとね、物を映すとね、バンされる可能性があるから顔だけ映します。はい。そうですね。ね、こういう自然をですね、皆さんに感じていただこうと。いや、まさにパノラミングシステムということで、はい、もう絶景とは言えないけどね、ただ山があるだけっていう。おい、北海道のくせに山かよってね、思う方もね、いらっしゃるかと思います。ちょっとね、北海道は、だから、ああ、カモスキーとか、じゃなくて、北海道だからこそね、こういう、一応ね、ちょっと見ていただければいいんではないかなと思いますね。そうですね。いやはやすごいですね。もうね、時期的にもね、秋祭りの時期ですね。そうそう。皆さんはね、お祭りとか行ったでしょうか。僕はですね、お祭りはね、まあ多分ね、俺はね、実家に帰ったところでね、誰も行かれてくれないからね、俺家でね、メイプルストーリーやると思うんだけど、まあそんなことは置いといてですね。はい、そんな感じで。ちょっとね、じゃあ、チャッピー君の顔を見ていこうかなと。ただ、立ち止まるとね、モスキート先生に俺のブラッディを吸血されちゃうから、そう、俺のブラッディをアブゾデュートされちゃうから、そうですね。あまりよろしくないんだけど、チャッピー、モスキート君が俺の耳の中に集中攻撃を、してきますね。ありますね。じゃあちょっと特別編ということでね、土手なんですけど、田舎の土手特有で、リードを外してもね、人がいないから、土手以外のところには基本こいつ降りないんで、リードをね、こうやってね、ありますよね、これ。これをね、ポーンってやってもね、大丈夫なんですよ。もう勝手に歩いていくんだよね、彼は。めっちゃね、これね、追いつけなくなったら俺ね、もうマジ、もう撮影なんか一瞬でやめて走り出さなきゃいけなくなるんだけど、でもここだとね、この直線だから、最悪、俺がね、俺、最悪ちょっと遠くに行かれてもね、大丈夫。ちょっとね、走って追いかけてみます。ちょっと手ぶれ注意ということで、皆さん、はい、画面用意はね、注意してみてはどうでしょうか。はい。割とすぐ追いつかれるんですね。じゃあね、こう、後ろをついていってるふりをしながら、急に俺が、逆方向を向いてね、追いかけよう。走ってって。ね、ついていってるふりをしながら、いきなり振り返ってね、戻ってバックしてみるっていう作戦をしてみます。はい、こんな感じで。彼女はね、今後ろについてきてるとね、今気づいたんでしょうかね。俺が後ろに下がってることに気づきながらも、なお前に進む。これだと俺がね、追いつかけれなくなる可能性があるからね。やばいですね。逃げます。あら、追いかけてこないですね。やばい、蚊に刺されてた。チャピ呼んだら来ない。
ズームしてみますか。やべえ、あいつついてこねえぞ。やばい、あいつ俺のことをもう過去の男として捨ておいて別の男の元に行ってしまうんでしょうか。あ、来ましたね。いや、来ないですね。チャピーチャピーチャピー、ダメだ、来ない。あのね、若い頃はね、俺がこうやって逃げるとね、すげえ全力で追いかけてきてくれたんだけど、ちょっともう追いかけてくれないですね。ちょっと画面を戻します。あー、なんか辛いですね。てか、どっか行っちゃったやすげえ見えない位置行ってしまった。じゃあ俺から捕獲しに行きますか。ちょっとね、この画面だと全然わかんないと思うんだよ。そしてね、多分これ動画化した時にはね、画質があんまり良くないから、俺今ちなみにチャッピーくんとダルマさんが転んだをしてます。彼がね、向いてない時にね、こうやって進んでですね、やばいな、下に車来てるから追いかけに行く可能性が。はい、 OK。 彼女ね、もしかしたらね、俺が近づいていることにね、気づくと、やばい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 、ちょっとちょっと戻します。ちょっと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 待ってね、ちょっと待ってね、ちょっとちょっとね、今彼女がね、反逆ののろしを上げようとしてね、俺今すげえびっくりしたんだよ。今走り出しそうになって、ちょっと今一瞬で縄を引いてなんとか捕獲したんですけど、今のはやばかった。今のは俺もちょっとね、寿命が短くなりますね、今みたいのはちょっと思わずカメラ止めちゃったもんちょっとね、さすがにカメラつけてる場合ではなかった、申し訳ない。どうせならね、追跡する風景をね、紹介すればよかったんだけど、ちょっとまだガチでね、こいつ逃走したから、そう、ガチで逃走っていうかね、どっか行っちゃったから、これはまずいなって思ってね、はい、やめました。てか、モスキートくん多いな、めっちゃ痒い、腕めっちゃ刺されてる。じゃあもうちょっと、もう一回このリードを離して遠くに行ってもらって、じゃあ逆に俺が先に走ってみるってのはどう。じゃあちょっと一旦カメラ揺れます。来ましたね。いや、ありがたい。いや、ありがたい。ちょっと、ちょっと俺と、ちょっとせっかくだからさ、せっかく動画撮ってるからさ、俺と鬼ごっこしようぜ。ちょび。俺が逃げないとついてきてくんねえんだよ。俺はカメラを撮影しながら、走るからすげえ疲れる。ダメだ。終わり。はい。ってことで、本日の放送はこれにて終わりたいなと思います。お疲れ様でした。はい。はい。田舎ならではではありますが、このね、天然のドッグランちょっと止める。よいしょ。よいしょ。天然のね、ドッグランということで、このね、リードを外しても逃げない状況がね、田舎ってのはいっぱいあるんでね、まあ、ぜひぜひ一度でもね、都会の皆さん、北海道とかね、訪れてみてはどうでしょうか。やばい、モスキートくんがやばい。それでは皆さん、See you! Next time! バイバイ！チャビ！チャビチャビチャビ！最後に、ね、顔アップ。
バイバイ。